今日のテーマは浮く力浮力。水の入った水槽にアルミホイルで作ったこの船を浮かべてみましょう。水面に浮かぶと思ったらそれよりも上の空中に浮かんでいます。不思議ですよね。実は水槽には空気よりも重い気体が入っていました。気体や液体の中の物体は押しのけた気体や液体の重さに等しい浮力を受けます。これをアルキメデスの原理と呼びます。アルミホイルの船が気体を押しのけた重さの分船に浮力が働き空中に浮いたのです。こちらに鉛のインゴットがあります。とても重く当然水には沈みます。しかしこの銀色の液体に入れると浮きました。液体の正体は水銀。鉛の密度は水銀の密度のおよそ 0.8 倍。鉛の密度が水銀の密度よりも小さいので鉛は浮かんだのです。今度は純金を用意しました。水銀に入れるとどうなるでしょうか。沈みましたね。純金の密度は水銀のおよそ 1.4 倍。金の密度が水銀の密度より大きいので沈んだのです。次の実験をご覧ください。こちらに木片を用意しました。これは水に浮かびます。しかし木片をそこに押し付けるとアルキメデスの原理では浮かぶはずなのに木片は沈みました。なぜ浮かんでこないのか。浮力を圧力で考えるとわかります。木片の上側と下側では水の深さが異なります。そのため下側の水圧が大きくなります。その圧力差が浮力として働くのです。木片を水槽の底に押し付けてしまうと木片の下側に水圧がかからないので浮力が働かず浮かんでこないんです。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハッピーネット。